天正の地割り、または天正地割りとは、天正年間に豊臣秀吉によって行われた京都における新たな通りの建設、及びそれに伴う町割りの変更である。天正の地割り以前の通りと町、天正の地割り以後の通りと町平安計の通りは、東西南北とも約120メートル間隔であり、境内は、 正方形状の町に区画されていた。これらの区画は当初貴族の邸宅や管理の住居に利用されており、建物が直接通りに接するか否かでの有利不利は特になかった。しかし商業が発達してくると、通りに面した位置が有利であることから、間口が通りに向いた形の建物が増加した。室町時代にはほぼすべての建物が間口を通りに向ける形になり、 同じ通りの両側の地域が一つの町を形成するようになる。一方、通りに接しない正方形の中心部は基地などになり、あまり利用されていなかった。1590年、豊臣秀吉は南北方向の通りの中間に新たに通りを建設し、これまで空き地だったところを新たな町にした。これは、樹落台や五度井の建設。 寺院の寺町への移動などと並ぶ秀吉の京都改造事業の一環である。これにより、京の街路は南北120メートル、東西60メートル間隔で長方形状に区画されることとなり、現在に至っている。地割りが行われたのは、東は寺町通から西は大宮通りにかけてである。新設された通りの北端は丸田町通り、 南端は五条通り付近となっているものが多いが、後に延長されたものも多い。また市場ガラス丸を中心とする一帯は、地割り以前から十分に市街地が発達していたため、通りの新設は行われなかった。そのためこの地域では、平安系以来の正方形の区画が残っている。なお、歴史地理学者の足利賢良は、南北の新設道路のすべてが秀吉によって、 作られたのではなく、一部は、後の時代に、京都の町衆によって作られたものであり、北端も、押し工事通までだった、とする説を提唱した。東から順に記す同じ行に記した通りは、南北の同一直線上にある。ありがとうございます。